今週もウィークリービデオを見てくださりありがとうございますそして先週のビデオではたくさんの皆様にご視聴いただけたこと心より嬉しく思います今週はスイスボーグの最新情報インフルエンサーと C5D5 スイスボーグの特徴についてお伝えいたしますまずはじめに先週に引き続き新しい従業員の紹介です ビジネス開発チームのエレナですエレナは前職の金融業界で様々な投資会社のサポートをしてきた経験があり業界に精通したネットワークを広く持っています続きまして先週に引き続き今週のスイスポークの DIO メンバーの紹介です今週はスペイン出身のマイクですマイクはテレグラムで他のコミュニティメンバーの方に対してのサポートや最新情報の翻訳 スペインだけではなく南米や中央アメリカのコミュニティに対しても影響を与えてくれています次に新しいインフルエンサーについてお伝えいたします私たちのインフルエンサーの一人でもあるマイケルはスイスボーグのユティリティの可能性とエコノミクスを強く信じてくれており100万スイスボーグトークンに投資購入をしてくれました マイケルは世界で3番目に大きいクリプトに関する YouTube チャンネルボックスマイニングのホストでもありそのチャンネル登録数は20万7000人以上にも及びますクリプト業界においても非常に影響力を持っているインフルエンサーの一人であり今後のスイスボーグトークンのバリューに大きな影響を与えてくれることを確信しています続いて今週の注目ニュースについてですが 2019年より DeFi は非常にトレンディーで注目を集めており2020年にはさらに多くの場面で取り扱われています ICO に参加してくださった皆様にはホワイトペーパーとこちらの初期のビデオを通してスイスボーグのシステムはオンチェーン DeFi とオフチェーン C5 を最大限に活用することをお伝えしてきましたそれは完全に一方に偏らず ディファイと C ファイ双方の良さを掛け合わせ橋渡しすることが重要であることを意味していますまた世界でも有数のディファイプロジェクトの CIO もディファイはセントラズファイナンスと融合し規模を拡大していく必要があることを述べていますそして今月より数か月,数月かけて実施するマーケティングキャンペーンでは我々がディファイ・ C ファイ双方の世界の良さを取り入れ 橋渡しし役ととななりの新たな可能性をを広げてていいくことを発信していきますでは次のページで CFI、DFI それぞれの特徴またスイスボーグの立ち位置について比較表で見ていきたいと思いますはじめにフィソロフィーについてご確認くださいフィソロフィーにおいて DFI が CFI よりも優れていることをご存知でいらっしゃると思います理由は自由参加型でありオープンで透明性がありブロックチェーンのバリを備えている点です シースボーグのフィソロフィーにおいては c イと d イ2つの良い要素をも取り入れています続いてファンディング資金調達についてですが皆様もご存知のようにシースボーグのファンディングは ICO で行われオープンで全ての方がアクセス可能でありこれらの理由から我々は d イの考えを持っていますセキュリティにおいては c 5 d イの両方に属さずシースボーグは分散型 MPC テクノロジーシステムを使用しています 技術の強みはセキュリティが複数に分割されており、取引時に一定の順番で使用することが必須となっております。このようなシステムをハッキングすることは非常に困難となっており、独自の安全なシステムを使用しています。続いて、カストリー保管についてです。カストリーにおいては、s y s b o r は C-Fi の要素を備えています。 続いてガバナンス、リファレンダムにおいては皆様もご存知の通りディファイの様子を備えていますプライバシーにおいては我々は KYC と AML ショをに行う必要があり CFi の要素を持ちますそれに対してディファイは匿名性とプライバシーがあるという特徴があります続いてフィアットにおいては先ほどのプライバシーと関連しますが KYC、KY AML を行うことにより私たちは銀行とも良い関係を築くことができフィアットのオンランプ、オフランプを提供しています。ほとんどの DeFi ではクリプトうクリプトのみの取引が主流になります。続いて別エクスキューションスピードにおいては伝統的なオフチェーンテクノロジーの方が DeFi より高速でスケラブルであり特に混雑したネットワークでは有利です。 スイスポークのベストエクセキューションは DFI と CFI の2つの良い要素を兼ね備えており中央証券システムを取り入れていますが透明性があります透明性という面ではどのようにベストエクセキューションを実現したかを可視化しています続いてリクエリティ流動性の点ではスイスポークが行っている最大規模の中央証券取引所からのアグリゲーションほど流動性の面で優れたシステムはありません 複数の取引所で最高の流動性が可能な DeFi をサポートしています。続いてユーザーフレンドリーシステムの利用のしやすさにおいては C5 はカスタマーサポートファンドリカバリーサポートにおいてもすべての1つのプラットフォーム上でサポートしているため顧客のニーズに素早く対応することができます。利用のしやすさという観点からスイスボーグは C5 の様子を採用しています。 続いて、透明性については、先ほどのプライバシーの観点からもお伝えいたしましたが、d f i の強みであり、インターペラビリティ、総合運用性は CFi の強みであることは間違いありません。続いて、レンディングについてですが、私たちが今後予定しているレンディングサービスにおいて、d f i プラットフォームと提携する可能性が高くありますので、ぜひご期待いただければと思います。最後に、それぞれのトータルのアドバンテージを見ていただいても、CFi が7つ、 DeFi が8つ、スイスボーグは11個の強みを持っていることをご確認いただけたと思います。最後に今週の最新データをお伝えいたします。私たちのユーザー数は先週より6%増加し、現時点で3万5千人以上となりました。アセットアンダーマネージメント運用資産は現在で4千万ドルとなり、先週より17%の増加です。ウィークリーボリュームは先月より マイナス十一パーセント減の七百九十万ドルという結果でしたが。昨日八月十日、一日の取引量が二百万ドルを更新しておりますので。来週はポジティブな結果となることを予想しています。次にフィールズテーブドをご確認ください。こちらはプレミアムでの取引により全体で百万ドル以上。一ユーザーあたりでは。 平均七百ドルの手数料をセーブできていることを示していますのでプレミアムアカウントをご利用いただくことが非常に有用であることをご理解いただけると思います続いて私たちがステークしている CHSP は三千五百万トークンとなり先週より四十四件の新しいプレミアムユーザーが増えていますまた先月よりスタートいたしましたリワードプログラムにおいては二万人のユーザーにご利用いただいています 今週も最後までご視聴いただきありがとうございました。引き続きご不明な点などございましたら、テレグラムチャットでご質問をください。また、いいねボタンを押していただけると大変嬉しく思います。来週のビークリービデオで皆様にお会いできることを楽しみにしております。